こんにちは墨田区議会の坂井優香子ですこのチャンネルでは墨田区の情報区議会の活動に加え趣味やグルメなどのプライベートもお届けしてまいりますぜひご覧くださいはいこんにちは墨田区議会の坂井優香子です今日はホットサンドをね、作りながら えー、皆様とお話をしていきたいと思います。えー、お料理動画 YouTube で結構見るんですよねで自分ではなかなか時間もないし、えー、上手にできなくて、えー、お家でお休みの日なんかに作りますけれどもまあ <laughs> 今日見ていただければわかると思いますけれども、え本当に手間のかからないねお料理ばっかりです。えでも、えー、たまに休みの日になると、えー、こうやってお料理して、えー、ランチ食べたりしています。はい、えー、では今日はえ新型コロナウイルスの対策のスミダックモデルについてお話をしたいと思います。 第3波がやっててこようとしていた1月です、ね、感染症の指定医療機関都立の木頭病院のコロナ病床が満床になってしまうという状況が発生しておりましたそのため軽症者や回復した人が入院を続ける一方で重症者ほど入院できないという事態が続いていたんですね。 第3波では都内の感染者が1日に2000人を超える日もありましたよね本当に医療現場は逼迫していましたそこで墨田区は民間病院と連携して区内で完結した受け入れ体制で入院待ちゼロを実現しました 都立の病院は基本的に患者を断ることがでできなない仕組みなんですね。そこで区は民間病院に対して回復期の患者を一般病院に必ず引き取ってもらうということとしてその費用を区が補助する仕組みを作りましたこれが墨田区モデル1月の上旬に始まっていると思います。 その結果、牧東病院などで重症患者を受け入れる余地が生まれたんですね。病院の枠を超えて、区内で医療を完結させるという、これが墨田区モデルというわけです。墨田区モデルの効果について、ね、私、墨田区議会議員としての見解 を申し上げますまずね素晴らしい取り組みだということで、えー、高く評価をしていることはもちろんなんですが、えー、実際の成果以上にね、えー、墨田区に住んでる人たちが「えー、墨田区すごいな墨田区に住んでてよかったな」っていう安心感であるとか、えー、シビックプライド愛嬌心っていうのにつながったのかなって思っています。 墨田区議会としてはね、去年、令和2年度から、通年議会っていうのが始まったんですね、これは予算であるとか、条例であるとか、現下における区の施策ね、特にコロナ対策になりましたけれども、すべてにおいて、何か議論すべきこと、採決すべきことっていうのがある都度に議会を開けるような仕組みになったんですね。 これが墨田区モデル含めたスピーディーな対応に効果を上げていると思います。え、区民の皆さんからね、墨田区モデルについて、え、ご質問をいただくんですけど。えー、まあ、その中で割と多いのが。 牧桃病院というのは都立の病院でしょうって都立の病院を助けるためになぜ区の医療機関に皆さんから頂い,いた税金ですね一般財源を投入するのですかっていう質問をいただくことがあります牧桃病院は都内に4つしかない第1種感染症指定医療機関なんですね。 ですから都内全域から重症化した感染者感染患者ですねを受け入れることは当たり前たとえそれが区民であろうがなかろうが当たり前のことなんですね今窮地に立たされている北頭病院を見殺しにしないっていう 墨田区のお医者様の志本当に素晴らしいいなって思います一方で墨田区内の医療機関としてもメリットはあると思いますなぜなら回復期の患者さんの受け入れをするということは牧と病院の病床が空くっていうことですよね。 で、その情報は最速で、えー、我が墨田区に入ります。で、これは、えー、入院転院の流れをねえー、宅に比べて、えー、作りやすいっていうのはね。本当に確かなのかなって思います。案外、ここはね、あのすごく大きいアドバンテージになると思います。 水田区における医療提供体制についても説明をしておきますねまず発熱外来を設置している診療・検査医療機関昨年12月は53施設だったのが今は65に増えていますそして PCR の検査件数、検査ができる件数1日あたりが第3波のピーク時は360件だったのが 今は倍の人ままで検査が可能になっています合わせてコロナ患者のベッド数昨年12月が111床だったのが今は1.7倍の189床189のベッドが用意されていますそして先ほど説明した墨田モデルのコロナ 回回復復者を受け入れる回復期病床こちらが去年12月まではもちろんゼロでしたが今は53床53のベッドが回復期用の患者さんのために開けられていますさていよいよワクチン接種が始まっています。 5月1日に65歳以上の高齢者を対象とした予約がスタートし5月10日から各接種会場での接種がスタートしています現在ですね予約状況に関してなんですが集団接種会場例えば 墨田区役所とかみどりコミュニティセンターなどの集団接種会場に今予約が集中している傾向になっているんですね。でこれから、えー、区内のかかりつけのお医者様の、えー、接種がスタートしたりとかあとは、えー、各二次救急病院っていう分かりにくいですね、えー、大きい病院での、えー、接種というものも、えー、本格派 する中で今あのすごくその大きな会場の予約予約が集中している状態になっています。でできれば一日も早くね一人でも多くの高齢者の皆さんにワクチン接種をしていただきたいと思います。えそこで住みだくでは区のホームページや SNS なんかで直接電話予約ができるような 町場ののおお医者様です、ね、の空き状況などをを知らせをしていますもちろんコールセンターに問い合わせていただいてもいいと思うんですがそういったこう今からわりとこう近,くにて近くで売ってますよというような日にちが近い、ね、接種会場というのも出てきていますでそういった情報をこちらからお伝えしていますので。 1>, 1, 日も早くね、1人でも多く接種するということが一番大事なのでもう電話で予約しちゃったから7月の頭なんだけどこれでいいわっていう方も是非ね近くで接種していれば遠慮せずに予約の乗り換えをねお願いしたいと思います。 さて、新型コロナウイルス対策について地域の、ね、医療逼迫を防ぐという観点から私から提案したいことがいくつかあります。まずですね、皆さん、元気でいってください。これはもちろんなんですけれども私も朝、ね、毎日ラジオ体操をしています高齢者の方もたくさん来ています。 健康でいるということがね、間接的なんですけど、医療従事者を支援することにつながるんですね。ですから、日頃からよく食べて、よく寝て、適度に体を動かして、健康で自分の免疫力をね高めていただくということをお願いしたいと思います。 そしてですね、まああの、去年の今頃も緊急事態宣言でステイホームということで非常に緊張感を持って、えー、過ごされていたかと思うんですが、まあ、それから、ね、1年経って、えー、やっぱりこれ、えー、対策としてはあの基本、もう本当に、えー、去年言ってたことと同じことに、えー、立ち返るときに来ているのかなと思っています。 まあ、いくつかありますけれども社会的距離の確保であるとか、えー、混雑した場所にね行かない密の回避ですねであとは、えー、手指の消毒そして、えーとまあ、手でむやみに鼻とか口とかを触らないっていう一番初めの頃にね注意していたことっていうことを、えー、やっぱりみんなでこう注意して励行していくことしか えなないいいのかなとううふうに思っていますえですので、まあ、いろんな、ね、情報ねテレビとかえラジオとか本とか見てるといろんんな情報があるんですでそれにね振り回されて、えー、日々不安になっても,もうこれはね仕方がないことだと思うんですね。えですからえ皆様に言いたいのは一番初めに注意しましょうと言っていた、えー、社会的距離の確保。 えそして3つの回避で手指の消毒ですねあとはお話をする時にはマスクを着用するねこれにつけると思いますですのでその部分をね一番注意して最優先課題として行動をねしてもらいたいなと思います それと、まあえー、住民の相互監視を避けていただきたいということですね。まあ、私も、えー、地域で活動しておりますと、えー、皆様から、えー、あそこの会は集まって活動してます活動してます。であとは、えー、誰ぞれが、えー、何々をしてましたとか。 まあ、そういったこうそれぞれあの、まあ、ピリピリしているのは分かるんですけれども、えー、実際にはその行動をされている方も感染対策に十分に注意をして、えー、参加したりとか行動したりだと思うんです。でそこをこう行動したことイコール悪というふうに、えー、なるっていうのは非常によくないと思っています。えー、ですので、まあ、私たちからもえー。 まあやってはダメではなくってこれならやっていいですよこれはやりましょうっていうふうなえさっきのねラジオ体操とかもそうですえーあとは盆踊りとかもやってますけれども私はねえ注意をしてやれることっていうことをえしっかりとこれからえ実践していくことがウィズコロナの時代にね求められているのかなって って思いますさて1回目のホットサンドがいよいよあ。 うん、失敗しちゃいました。<ー>ホットサンド一回目失敗しちゃいました。いつねこれ出来上がりが分かんないんですよ。相当昔のホットサンドメーカーなんで、でもまあこの耳の部分で、ね、ですね、案外食べるとね美味しいのでつまみ食いしながら作ってます。 いきなりホットサンドお料理の話に戻っておりますがそろそろ動画がね終盤なのでフリートーク的にお話をしています今ねじゃがりこのマッシュポテトを入れてます粗挽きソーセージとね一緒に胡椒でとってもよく合いますそしてマヨネーズがねこれ1本目ないんだわ なくって、えっ、ー、と今振り回してますよね。え振り回しますよね、皆さんね。で振り回すんだけど、え蓋が開いてたし壁にね、あのマヨネーズがね飛び散ったことが三回ぐらいあります。蓋はしっかり閉めたいと思います。それにしても本当にこの一年ね、何だったんだろうという気持ち。 ではありますよね実際に、ね、コロナ禍で去年もあのテイクアウトしましょうとか、ね、感染予防気を,つけましょ気をつけましょうみたいなお話をさせていただいてたんですけれどもまさか一瞬回ってテイクアウトのご案内とかをもう一度することになろうとは私自身も全く思わなかったです。 現在、ね、ワクチンの接種が始まってますけれどもこれからどんどんワクチンが日本に入ってきて皆さんが1人でも多く1日も早く接種をして集団免疫が確立されて、えーまあ、ウィズコロナとかアフターコロナですよね穏やかな日常っていうのが1日も早く戻ってくればっていうふうに私自身も記念しています。 え私も区議会議員としてね皆様からいただいたご意見、えご要望、え情報を区の執行機関にしっかりとえ伝えて施策に反映できるように頑張っていきたいなと思っております。え皆様にはご指導よろしくお願いします。何かね気がついたことがあれば本当にどんな些細なことでも構いませんのでえ私にご一報いただければと思っております。 さあいよいよホットサンドもね最後の1枚ということでなんか残った具材全部全然始めと違いますね初めのね倍以上ね、えー、いろいろなものが載っておりますえでもなんか最終的には出来上がりが一緒なんですよねそこがホットサンドの謎でございますさあマヨネーズ新しいのにしました でもねスパムがちょっとしょっぱいから少し,少しだけ少なめに入れておりますさて今回ね初めて YouTube の料理動画すいません男の料理っぽくなってますけども料理動画と苦戦レポートをセットでお届けしてみましたいかがだったでしょうか 料理動画に集中されている方少しお耳をね傾けていただけたらありがたいかなと思いますえ嬉しいかなって思いますさて、えー、墨田区の皆さんに知っていただきたいことがいくつかあります最後に、えー、お話ししておきますえ墨田区では 医療従事者への1回目の接種が終わってえ、間もなく2回目の接種も完了の見込みとなっています。高齢者向けのワクチン接種が開始できたのもえ、区と医師会、歯科、医師会、薬剤師会、看護師といった医療従事者のグループ同士の連携が取れているからなんですね。 ワクチンの接種を開始するためには十分な準備と時間が必要なんです。接種会場では看護師さんが注射器にワクチンをセットしています。平日は区内の医療機関から看護師さんが、また土日は訪問看護師さんが当たってくださっています。また、薬剤師さんも常時協力体制を組んでいます。 注射を打つのは区内医療機関のお医者様ですまたいざという時のために歯科医師の先生方も接種に協力できる体制を整えています区内の医療機関の皆様の協力のもと墨田区は区よりもずいぶん早くワクチンの接種が始まっていますまたさまざまな部署から 区の職員さんが集結してワクチン接種会場またワクチンの接種担当のサポートにあたっていますまだ始まったばかりですが問題点を整理即時改善へ向け動いていらっしゃいますもちろん私も皆様からいただいたご意見をすべてお伝えしていますネガティブな報道も多いですけれども こうした連携の素晴らしさもぜひ皆様に知っていただきたいです。はい、ホットサンドが出来上がりました。ゆかここチャンネル、今日は終了です。またお目にかかれる日を楽しみにしております。ありがとうございました。バイバイ。